HP-10C シリーズはヒューレット・パッカードが1981年から製造している電卓、ボイジャーシリーズとしても知られるプログラム電卓であり、逆ポーランド気法が採用されているシリーズで外装は似ているが、機能や対象となる市場はそれぞれの機種で大きく異なる。HP はカリフォルニア大学バークレー校のウィリアム・カハン教授を招聘し、 数値演算のアルゴリズムを設計した。下半は一部のマニュアルも書いた。このことにより、HP 電卓は信頼性が高いと評価するユーザーも多い。10C シリーズには5機種がある。発表時の価格と製造された期間は、下記の通り、HP-10C シリーズのプログラミングモードは直感的で、コンピュータのマクロ処理に似ており、基本的には、計算モードで入力したキーがそのまま、 プログラミングモードに利用できる。また、無条件分岐や条件分岐も用意されている。プログラム入力が完了したら、そのプログラムを計算モードで実行することができる。HP-10CHP-10C はシリーズ中最後のモデルで、機能の少ない基礎的な関数電卓である。HP-11C が多目的で汎用の RPN 電卓として、 わずかな価格差で販売されていたため、ジューシーの製品寿命は短かった。また、他社の競合製品により効果だった点も、寿命を短くした原因である。HP-10C は最も若い番号を冠して、いるが、ジューシーシリーズで最後のモデルである。HP-12CHP-12C プラチナム HP-12C プラチナム HP-12C は、 人気のある金融電卓であり、各種金利計算、賞味現在価値、投資収益率、利ツ債券、再建、減価消却、リースなどの多様な金融計算が可能である。その人気のため、シリーズの中で唯一、現在もなお製造、販売が続けられている。2003年に、さらに機能を追加された、HP-12C プラチナムが販売された。2006年に、 HP-12C プラチナム25トン H アニバーサリーエディションが発売された。2008年には、HP-12C プレステージが発売された。使用的には2007年版の HP-12C プラチナムと一緒であるが、外観が大きく異なっている。2011年に、HP-12C30 アニバーサリーエディションが限定モデルとして登場した。 この限定モデルの使用は機能の少ない HP-12C であり、HP-12C プラチナムではない。HP-12C は HP 製品で最も寿命が長いベストセラーであり、1981年から継続して販売され続けている。金融計算における簡素な操作により、米国における金融電卓のデファクトスタンダードとなった。 例えばゴールドマンサックスは新入社員に対し HP-12C の教育を毎年行っている。2008年以前の HP-12C の計算は決して高速ではなく、表計算ソフトウェアでは瞬時に答えを出す利率の計算に数分かかることも珍しくない。HP-12C プラチナムが登場した時、HP-12C の処理速度はプラチナムよりも 低速度であったが、英語版記事によると2008年の HP-12C から ARM CPU を搭載するようになり、プラチナムよりも高速化した。ARM 化された HP-12C は俗に HP-12C と呼ばれることもある。機能が簡素であるにもかかわらず、その人気は長続きしている。HP-12C は販売当初よりもプロセッサ技術が 大幅に向上したため、回路構成は、シングルチップとなり製造プロセスも一新された。1990年代末期に、CPU の動作電圧は 3V に、また、電池も 3V1 個に変更された。HP-12C プラチナムは製造時期により4種類、ある。2008年のプレステージも含めると5種類になる。初代2003年版は、ッコが利用できないため、台数モードで、 ミスが起きやすかった。2005年版で改善されてカッコが利用できるようになった。カッコはシフトキー、G とスト、または RCL キーを組み合わせて入力する。当初、HP-12C プラジナムは電池として CR2032 を1個だけ使っていたが、2007年版以降は CR2032 を2個使っている。HP-12C シリーズは チャータードファイナンシャルアナリスト試験に持ち込みが許可された電卓のうちの一つである。他にはテキサスインスツルメンツの BA2 プラスと BA2 プラスプロフェッショナルが許可されている。HP はウェブサイトで HP-12C、HP-12C プラチナムソリューションブックを PDF 形式で公開している。モーゲージブローカーに HP-12C を持ち込む人もいる。 住宅ローンの支払い月額を自分で計算するためで、業者が、モーゲージ表から割り出すよりも HP-12C で計算した方が早いというわけである。HP-12C には、福利計算、年金計算などの機能が入っており、時間、時価金額の計算が容易である。HP-11CHP-15CHP-11C HP は中級向けの、 プログラム関数電卓である。HP-15C は上級向けのプログラム関数電卓で、数値積分とルートソルバーが搭載されており、複素数と行列演算も可能である。製造は停止されているが、人気のため中古市場で効果を維持しており、また復活を望む単眼サイトもある。2011年に限定版として HP-15C が復刻された。 正面右上にリミテッドエディションと書かれており、背面右下にはリミテッドエディションナンバーが記載されている。電源には CR2032 を2個を使用し、オリジナルよりも最大で100倍高速と歌われている。なお、電池ソケット金棒に6ピンのコネクタがあり。これは HP20 ビットや HP30 ビットと共通する特徴である。 HP-16CHP-16C はコンピュータプログラマ向けの電卓でデバッグ作業の補助のために設計された数値を16進法、10進法、8進法、2進法で表示でき、それぞれを相互に変換できる。長い2進数を表示するためディスプレイが左右にスクロール表示できるようになっている。プログラマの用途を考慮し、 ビット幅を1ビットから64ビットに設定でき、バイナリー計算は符号なし1の歩数、2の歩数を指定できる。これにより目的のコンピュータをエミュレートできる。数値関数もプログラマ向けに特化しており、右、左シフト、マスキング、論理演算もできる。販売面では成功したとは言えず、同様の電卓は他社からも登場しなかった。しかし、その希少性からかいいべでは、 高値で取引されている DM-15cc DM1X シリーズはスイスマイクローズ GMBH が2012年より製造販売している HP-10C シリーズの本質的な機能を再現したクローン電卓である。すなわち DM10、DM11、DM12、DM15 及び DM16 の機能はそれぞれ HP-10C。 HP-11C、HP-12C、HP-15C HP 及び HP-16C と同様である。大きさはクレジットカードサイズに凝縮されており、キータッチはオリジナルの HP-10C シリーズに劣るが、コンパクトさでは勝る。クロックの初期値は 48MHz であるが 12MHz に変更することが可能であり。 処理速度とバッテリーのランニング時間のどちらを優先するかを選択することができる。また、筐体を大きくし HP-10C シリーズの大きさに近づけた電卓 DM11L、DM12L、DM15L DM 及び DM16L を2015年より販売開始した DM-1X シリーズは同じハードウェアを使用しており、キーボードと ファームウェアが異なっている。インターフェースとして、USB ミニ端子が用意されており、接続したパソコンを通して、ファームウェアを更新することが可能となっている。DM15 には、利用可能なレジスタ数を増加させた M80 および M1 バイトというファームウェアが用意されている。これら DM-15M80 および DM-15M1 バイトの機能は、レジスタ数とプログラム要数を除いて、 dm-15 と同様である。なお、c0-80-1 バイトという16進数は、レジスタを構成するメモリの開始位置のアドレスである。なお、利用可能なレジスタ数を増加させたファームウェアは、行列の大きさについて、8行8列までという制限がある。hp-10c シリーズは、キーストローク方式のプログラミングが可能である。しかしながら、 同じ HP-10C シリーズでも機種によって利用可能なプログラミング機能は可表の通り様々である。イエス、利用可能、ノー、利用不可、回一。AB10C は金融電卓ではないが、ことプログラミング機能に関しては 12C に類似している ABHP-10C シリーズでは基本的に1個のレジスタが7行のプログラム行に変換される。 例えば 11C の場合、レジスタを最大の21個使用すると、プログラムは63行しか使用できない。また、プログラムを最大の203行使用するとレジスタは1個しか使用できない。12C は、この汎用数値レジスタのほかに、金利計算用レジスタ5個と、当額継続回数要所をレジスタ21個を持つ。12C では、汎用数値レジスタが、 キャッシュフロー用レジスタを兼ねる。12C プラチナムは、この汎用数値レジスタの他に、金利計算用レジスタ5個と、キャッシュフロー用レジスタ最小58個から最大81個と、等額継続回数要所、レジスタ81個を持つ。16C の最大レジスタ数30個というのは、実数モードの場合、整数モードの場合は、ワード帳によって、例えば、4ビット、 407個、8ビット、204個、16ビット、102個、32ビット、51個、56ビット、30個、64ビット、26個、等となる。ABCDE11C、15C 及び 16C は、インデックスレジスタ1個を含む、12C プラチナムで240行以上のプログラム行を使用する場合には、 プログラム行を7行使用するごとに利用可能なキャッシュフロー用レジスタが1個減少する。最大81個、最小でも58個利用可能。ABC15C で高等数学機能を使用する場合は利用可能なプログラム行数が減少する。減少数は複素数でレジスタ5個分、行列演算で使用要素数の合計個分。 ルートソルバーで5個分及び数値積分で23個分である。ただし、ルートソルバーと数値積分を同時に使用する場合は合わせてレジスタ23個分の減少で済む。ABBSP 機能が利用できない機種では、プログラムの最後に新しい行を追加したり、既存のプログラム行を上書きすることはできるが、プログラム内の各行を削除したり、既存のプログラム行の前に、 新しい行を挿入したりすることはできない。なお、12C プラチナムにはバックスペース機能があるが、プログラムモードでは使用できない。11C では15個のラベルが使用可能。15C では25個のラベルが使用可能。16C では16個のラベルが使用可能。10C、12C および 12C プラチナムでは、絶対行番号を遅く値で直接指定した分岐が、 可能であり、11C および 15C では、絶対行番号をインデックスレジスタで、間接指定した分岐が可能である。AB15C では、複素数の比較による分岐及び、行列記号の比較による分岐も可能。ABC15C では、G テスト、N 機能を通して、X イコール A、XY 以外の条件分岐を利用可能。15C では、行列要素ラップアラウンド分岐。 行ノルム分岐、フロベニウスノルム分岐及びルートソルバー分岐が利用可能。ABC11C 及び 16C では、ループカウンターとして使用可能なレジスタは、インデックスレジスタのみ。15C では、間接アドレッシングを用いることによって、インデックスレジスタ以外のレジスタもループカウンターとして、使用可能。a b c d e f 図命令、ISM 命令、DSZ 命令、 アイス命令が、いずれも利用できない機種でループを記述するには、多少の困難がある。AB11C 及び 15C のズ命令は、16C の DSZ 命令の上位互換となっている。AB11C 及び 15C のイスグ命令は、16C のアイス命令の上位互換ではない。11C 及び 16C では、サブルーチンのネスティングは4段まで可能。15C では、 サブルーチンのネスティングは7段まで可能。ABGSB、RTN 命令が利用できない機種では、サブルーチン機能は使用できない。11C では2個のユーザーフラグが使用可能。15C では8個のユーザーフラグと2個のシステムフラグが使用可能。16C では3個のユーザーフラグと3個のシステムフラグが使用可能。16C のインデックスレジスタの大きさは68ビット。 11C および 15C のインデックスレジスタの大きさは他のレジスタと同じく56ビット AB 関節アドレッシング機能が利用できない機種では最大でも最初の20個のレジスタしかアクセスできないこのプログラミングモデルはチューリング完全ではない2以上69以下の指定した整数の解状を計算するプログラムの例を示す 10C 行キー表示コメント0111 スタック X に一応受け数。02、ストレイ44、0。スタック X をレジスタ0に入れる。03、R33、スタック Y をスタック X に加工。04、ストレイ44、20、0。スタック X にレジスタ0を乗算してレジスタ0に入れる。05、11、スタック X に一応受け数。06、30、 スタック Y からスタック X を減算して、スタック X に入れる。零7、X イコール例4220、スタック X が0ならば、次の行へ行き、0でなければ、次の行をスキップする。零8、GTO10、2020 20、行10へ行く。零9、GTO04、22零4、行04へ行く。10、RCL045 零レジスタ0からスタック X に入れる。 11RS31 プログラムを停止し、スタック x を表示する。11C 行キー表示コメント。001ストアイ4425スタック X をレジスターイに入れる。002 11スタック X に一応置け数。003 LBL0 42 21 0ラベル0を設置。004 RCLI 4525レジスター I からスタック X に入れる005 20スタック Y にスタック X を乗算してスタック X に入れる006図425レジスター I から1を演じその結果レジスター I が0以下ならば次の行をスキップする P1007 GTO0 220ラベル0行く008 RS31 プログラムを停止し、スタック X を表示する。12C、行キー表示コメント。01、11、スタック X に一応置けかず。02、ストレイ44、0、スタック X をレジスタ0に入れる。03、R33、スタック Y をスタック X に加工。04、ストレイ44、20、0、スタック X にレジスタ0を乗算してレジスタ0に入れる。 零5、11, スタック X に一応置け数。零6、30、スタック Y からスタック X を減算して、スタック X に入れる。零7、X イコール十4335、スタック X が0ならば、次の行へ行き、0でなければ、次の行をスキップする。零8、GTO10、43、33、10、行10へ行く。零9、GTO04、 43、33、04、行04へ行く。10、RCL045、0、レジスタ0からスタック X に入れる。11、R、S31、プログラムを停止し、スタック X を表示する。12C プラチナム、行キー表示コメント。001、11、スタック X に一応置けかず、002、ストレイ44、0、スタック X を、レジスタ0に入れる。 零零三、r 三十三、スタック y をスタック x に加工。零零四、ストレイ四十四、二十零、スタック x にレジスタ零を乗算して、レジスタ零に入れる。零零五、一一、スタック x に一を受け数。零零六、三十、スタック y からスタック x を減算して、スタック x に入れる。零零七、x イコール零四十三、三十五。 スタック X が0ならば、次の行へ行き、0でなければ、次の行をスキップする。008、GTO010、43、33、010、行010へ行く。009、GTO004、43、33、004、行004へ行く。010、RCL0450、レジスタ0からスタック X に入れる。011、R、 S31 S プログラムを停止し、スタック X を表示する。15C 行キー表示コメント。001ストレイ44レイスタック X をレジスタレイに入れる。002 11スタック X に一応置,置け数。003 LBL1 42 21 1ラベルを設置。004 RCL0 45レイ レジスタ0からスタック X に入れる。005、20、スタック Y に、スタック X を乗算して、スタック X に入れる。006、事例四42、5、0、レジスタ0から1を減時。その結果レジスタ0が0以下ならば、次の行をスキップする。P1、007、GTO1、221、ラベル1へ行く。008、R、S31。 プログラムを停止し、スタック X を表示する。16C、行キー表示コメント。001、ストアイ、4432、スタック X を、レジスターアイに入れる。002、11、スタック X に一応置けかず。003、LBL0、43、22、0、ラベル0を設置。004、RCLI、4532、レジスターアイからスタック X に入れる。 005、20、スタック Y に、スタック X を乗算して、スタック X に入れる。006、DSZ4323、レジスター I から1を減じ、その結果、レジスター I が0ならば、次の行をスキップする。007、GTO0、220、ラベル0行く。008、RS31、プログラムを停止し、スタック X を表示する。 このプログラムを実行するには、例えば下記のように、キー入力する。GTO-00 プログラムカウンターを0行目にセット。GTO-00 プログラムカウンターを0行目にセット。GTO-CHS-000 プログラムカウンターを0行目にセット。6階上を計算すべき整数を入力。R、S 階上を計算し、結果を表示。 プログラムが終了すると720という結果が表示される。P1AB この例では、ループカウンターとして使用しているレジスタの小数部がゼロである。この場合図命令は DSZ 命令と同様の動作をする。小数部がゼロでない場合の図命令の詳しい動作については、取扱説明書を参照。ありがとうございます。